さあちょっと今回はね、衝撃的な強化が増えたんじゃないかなという噂のサイズミックリパルサを使っていこうと思いまして、キャラクターはガンナーです。まあ、このキャラクターにこだわってるわけではないんですけど、まあサイズミックリパルサだけ使うんで、まあ硬いキャラ使っときゃいけんじゃないかなと、打算的なとこですね。で、強化は最終にね、新しい改造ですね、来てまして、もう多分恐ろしいです。まず1回目引いていきたいですけども、痛い痛い痛い。さあまず出るかな。出た上で多分リロード上げていけばいいのかな。属性がつくならそうスローつくよね。そこの強化もできますけど、属性つくことでどう上げるのかがね、正解がちょっと見えなくなってきました。サイズミックリパルサーです。でも負けないと。まあまだ最初は普通です。一応見ときますか。37ダメージ、おとなしいもんですよ。リロードも長くて。これが変貌していきます。もともとね、強いんですけどね。さらにというところで。こっちから。おいね、かっこよくもうパパッと上げちゃいましょう。よし、キノコ完了。まあいいか。接地物シナジー欲しいんで、ガンナなんかあったっけな。ドローンか。まあ1個出ればいいですね。さあ来るぞ。ちょっとあれが欲しかったんだけど。倒せ倒せ。ちょっとリロード取りましょうか。まあ出ればですけどね。後をついてくるでしょ、やっぱり。後ってついてきた方がいいんで。これで敵を踏み潰してもらおう。いい回収範囲来たな。さすがに取るか。近づかなくていいのは楽です。で、ちょっと設置系が欲しいなと思いつつ、これ行くと中量シナジーが増えちゃうね。一回回そう。あ、これで残留設置物ここですね。お、ナイス。 50% ダメージ。いやー出ますね。これね、こっちなんですよ。
happened to me? でもシナジオの武器も出まして、レベルも順調ですね。なかなか死んでくれないですけど、大丈夫、踏みつぶせ。よし、オッケー。ちょっとまずそうなんでね、走らないと。でここでまあ詰めんで大丈夫でしょう。固めろ固めろ、守備しろ、燃やせ、止めろ、近づけさせるな、経験値をくれ。倒したい倒したい、そいつ。よし、順調ですね。うーん、足速くしときたいね。ダメージはまいか。ちなみに現在70ダメージ164% 出てます。幸運いいね。うーん、どうしようかな。めっちゃ残りますね。まあ幸運いきます。レベルアップのとこでもっともっと上げて、まあ次使えばいいですし、リロード 50% とか来たらもう本当にね、楽なんで、この運は効いてくるかなと。ナイトラの漬物絶対取れないですけどね。ただ100取れないですけど、機能停止しちゃうと思うんでね。他の武器に関しては本当に上げない形式でいきましょう。これだけでいいよと。まあ現状でも弱い。まあ取るか。ちょ、アーマーゲーリロード中、アーマー。こいつは耐えれます。お、持続時間きました。これ取ります。戦いは数ですよと。あれ最後でいいかな。そんなね、敵を殺す能力まだまだないから、ナイスナイトラ。いけるかな。これは何が入る？範囲かな？範囲か。ヤームズコア行かれるとちょっと困るんですよね。ならまだこれかな。物理だもんね。うん。イカれた変数になりましたけど、他の武器は頼らないということは表れでしょうか。アームズコアこれがあれば間違いないんですけどね。この武器1個で間違いないように完璧にしていきたい。ちなみにこのキャラで使うと射程的な問題でもカスみたいに多いですけどね。ミサイルは気にしないです。私は右から来てるし、取り切ったかな。おい、やばい、痛い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 。
お、ナイスよ。鈍足かな、鈍足で踏み潰す。よし、ここだ、ここで行こう。ねえ、倒さない方がもちろんいいですから。113、50%、 さすがにきついな。ちょっとこっち行きます。 HP 失うアーマー、まだチャンスあると信じています。欲しいは欲しいね、あれば最高ですけど、まあ、なくても強いとかの方がでもかっこいいか。メイン武器あいつを狙えない問題が今生じてます。踏み潰せ、くー逃げられる、やりづらいですね。入りまして、ちょっと届かないか。お、アーマーいいですね。アーマーダイレクト取りたいな。アーマーだけ取るか。アーマーって1増えるだよね、67か。タイトラが余ってしたね。もう一回つけ物来ても取れなくなっちゃうもんね、使えないと。体力380か、そんないらんかな。これって2%失うことだから、まあ増えたとて意味、2失うことなら意味あるけど、 2% なら別に関係ないから、 やっちゃえ。ダメージ 15%。 いや、取らんでいいかな。よし、リロード。こちらお気に入りです。 100% ダメージプラス。お、持続時間あれ、じゃあ前になんか違う武器でリロードか連射か関係ないよねみたいな話だけど、じゃああるんだね。じゃあそれに合った武器ちゃんと上げてくれてる。で、他の持続時間下がるなんてどうでもいいですもんね。最高じゃないですか。これいけるか、ちょっと取って、はいはい、貫通、やー、いらないいらない。あちゃ見ましょうか。205ダメージ、持続時間17秒、リロードがまだ長いですね。それだけが弱点かなと。17秒もあるので1秒くらいまでできたらもう無限に増えてます。1個あったら20個あると思えと、そんくらいいけますよ。ゴキブリクリパルサーですね、そうなるとね。痛い痛い痛い。ダメージ食らうとちなみに、ダメージ上がるんですけど、出てるやつはどうなんだろう、なんか新しく出るやつが上がるみたいな感じかな。
か次の勝機上がるみたいな感じか、それかシステムがイメージわかんないですね。いやでもリロードだね、あとはね。まあダメージも全然来てくれてもいいですけど、そうそれ 20% ずつしっかり上げていこう、確実に。もう消しちゃないなら戻るか。へへへい、いやー猛威を振るってますね。見栄えだけのためにレベルを今選択しましたけども、上げていきますよ。この武器だけ上げたくらいの結果を求めてますから、他の武器上げちょっと DPS 下がっちゃうんでね。しまっ、もう一回今33ね、55% 下がるね。55きついな。いくか。もう持続時間いいです。ダメージ今800ダメージです。あ、これやばいんじゃない、大丈夫。いやーやばい、逃げろお前の近くを通れば大丈夫か。強い強い強い、いいぞいいぞ。圧倒的パワーを感じます。待って、マグネットしたあるよ、あれ取りたい。おっそ、いや間に合うと思うね。よし戻れ、もう食らってもいい。あんまなかった、でもあ、ドローン、いやごめん、いらないわ君は持続時間のためだけにいるんだ。ちょっと痛いですけど、アーマーがねすごく硬いので耐えれます。でナイトラエとまだ次4なんで、このまま使わないと本当死んでしまうんでね、遅すぎて。そんな恥ずかしいことないですから、ちょっと使った方がいいかな。持続時間でも欲しいね。使っておきます。もう2回回せるんで使いつつ、はい、リロードで50か。50ならまあまあまあ、でもこのまま行くとまたマイナス20くらいになるから、さすがに使えるっしょ。よし32ね。いや、そんなにもいらないかな。10、いや、これ使っちゃいましょう。残し、まあ、全部は使わないですね。ここ普通にここで乗り切って、この分持っていけばいいんで。まあ、ダメージ確かにこれ下がります。358。大きく下がりますけど、そんな下がるか。だから衝撃的に下がってますけど。行動次の番合わせれば100超えますから、まあ、でも完成形なんで使わずにただ待っててもよかったですね。敵をひたすら迎撃するみたいな。800ダメージ出てます。
ここで上げていきますし、さあお気に入りがねこの武器につくっていうのはちょやってんじゃないのっていうところで、まあ、この武器普通に強いんですよ。でノックバック効かない敵に対して氷があるっていうところで全ての敵を止めることができると。で自走式なんでね、止めたままの方が強い状況もあるんですけど、最後のボス戦を考えると動いた方がいいんで、その点では動かして、いけるかな。よし、なんかかわいそうなんだかかわいそうでしたね。あいつは動いてないですけど大丈夫ですか。最後単純にタレットが増えるだけじゃない、強化が増えたことによってもうやばいですね。これ無理じゃね、 あれかこれか、あそれでもないか。よし、いけいけいけ。わあ、まあこれですよね当然。おお50パラメダイス、やリロード、まあ、リロードにしてたらゲームが終わってたかな。ちなみにダメージ696、ナイトラさっき100個あったんでね、それと比べるとさすがに。わあ、どっち、待ってね、23秒、こっちでしょ。20%泣いたら10個分でしょ、簡単ですよ。じゃあいきますか。あぶねー、あれ奥まで行ったら終わってたね、ゴールド。もう持続はいいかな。ナイトラそうだね、使わないでいきますか。今ちなみに回すは回そう、足を速く、あちょっと取ります。これでもう取らないで、あとはマイナス分けるとしてリロード。いやー、これがあるから足を速くして、あダメージ、安い方を取りましょう。安いけどちゃんと効果あります。これは取らないかな。ダメダメでいきたい、ダメダメ、どっちがいい。10番、こっちかな。ベースがいいのかクリティカルの方がいいのか。クリティカル20問題はないですね。ナイトラクリティカルの可能性信じたらこっちの方が大きいのかな。ナイトラこれ温存しましょう。3% これマイナスでいって、で549ダメね。問題は多分足が遅すぎることぐらいかな。もうちょい使おうかないんだけど、まあでも強いんでなんとかなるでしょう。しっかりマップ中のナイトラ集めないと問題です。2200ダメージ。
お金はね、あ、うわ、これこれナイトラって1群れ分なのかな。さあ、遅いことによってあいつらが敵を止めてくれてますね。意図しない敵の停滞。なんか死んでる後ろの方で。ドローンでさえも800ダメージかな出てますし、まあ、スピード的には引き殺されないギリギリ。ただツインズ来た場合に大丈夫かなっていう。マグネットいるかもしれない。まあ、レベラステかな。行けお前ら、行けお前ら、行け行くんだ、もっと前に。オープンねー、うん、大丈夫だね。取ろっかなー。あ、もうどうせないしね。まあ、これかな、ほったらナイトラで済むか。あ、リロードナイス。あ、回してもいいっすね。ほれほれほれ、ポッタラナイトラの約束があるんだ。ほれほれほれ、2700ダメージ見ましょう。853ダメージです。無敵ゾーン作りますか。おお、ナイス、いいね。取りに行けなかったんで。ナイトラクリティカルなかったんで、もうリロードだね。いけいけいけ、踏み潰せ、終わらせろ全てを。ツインズだ。やばいやばいやばい、遅い、当たんない。うお、痛い。まあ回復も限界でしょ。お、もうほら助けないと、ほらやられちゃうよ。ああ、てえ、あいつは死んだな。こっちも死にそうだけど、ドローン増やすか。ギリ助けるね。終わりです。助けきれる前、いけ。いや、追いつけない。おい、全軍で追いつおうんだ。くそ、痛い。おお、助かった。お、全軍で追おう、全軍で離れるか。一回危ねえ。どうするんだ、あいつをどうやって倒す。こうだな、よし。敵の最低距離を生かしてなんとかなりましたね。助かりました。追ってたら死んでましたね。さあ、お気に入りが追加されて火力がね、上げられるようになった。まあ3000%、他の部分が大きいですけど、このもともとね、かなり火力というか、まあ、数とこの鬱陶しさで敵を圧倒できる武器。あのツインズの片荒れもね、かわいそうに近づいてくることによっては遅いですけどね、捕らえられて粉砕されましたね。お気に入りいろんな武器入れてるから、それぞれにやっぱちゃんとあるね。持続時間なんて今までなかった、その
ほぼなかったか。スコア上げるっていうのはダメージじゃないとしても大きいね。持続時間さえあれば長くいてくれるんで、置き型だとしてもいっぱい置けるからね。DPS ちなみに 23,000、 まあ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 、ほどほどじゃないですか。